ミスター京都アッキーのうまいもん TV 始まります。何してるんで。唐揚げあげてんねん。これから唐揚げ作っていきます。はい、今日は新副菜が作っていきたいと思います。はい、自家製チャーシュー。はい、視聴者の皆様愛してます。はい、ということで本日も楽しい楽しいお昼ご飯の時間がやってまいりました。本日もアッキーのクッキングタイムの時間ですよ。イエーイゴー。ということで、今日2回目になるんですけど、本日も新福菜館のラーメンを買ってきたんで、生卵やら、自家製チャーシューやら持って本店よりも美味しそうに作っていきたいと思います。それではよろしく。ゴーゴーゴー新福ゴー、レッツゴー。はい、完成。むちゃくちゃうまそうにできたよこれ。ほんまの新福みたいにね、うまそうでしょ。はい、それではいただきます。はい、それではいただきます。なんかむちゃくちゃうまそうにできたよこれ。おいしい。今日はこんな巨大唐揚げを揚げてみました。胸肉で揚げてるんで、まあ少しはヘルシーかと思います。塩コショウで。うん、超うまい。うまー、超うまい。めちゃくちゃうまい。はい、麺いきます。うまし、インプグや。チャーシュー。今日は炊き入りです。うん。うまいわ。うん。うまっ。卵の白身を。うん。うん、これうまいわ。特許メッツ。最近顔が丸なった言われるんで、ちょっと気使ってます。ほんでね、この生卵を本店やったら絶対僕は混ぜへんねやけど、今日は家なんで一回混ぜてみます。混ぜて麺と一緒に食ったらどんな味になるのか検証してみます。はい、混ぜました。うんうん、なるほど。これはこれでありですね。新福は煮卵より絶対生卵派ですね。うん、おいしい。自分でこんなサクサクの唐揚げができると思ってへんかったから、むちゃくちゃ嬉しい。レシピが1個増えました。うまい。うん、熱いわ。はい、ごちそうさまでした。完食です。もう自分がほんまにこんなに唐揚げ上手に作れると思わへんかったわ。新福以上の収穫です。もちろん新福はむちゃくちゃ
美味しかったですよ。で生卵は混ぜても美味しいということが今日は検証できたんで良かったです、長々とご視聴ありがとうございました。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではいつだよキープロレスリング見てくれてあ